和田さん、ゆく。負けるための試合を見せられて、明日が祝日で救われたって思う。こういう時に穴埋めすらできない助っ人軍団、今年はさすがにスカウトと編成とフロントは責任取れよマジで。てか成績とか関係なくマウンドに行ってピッチャー励ましてくれや内野陣。こんなチームがボロボロになることある。今日の和田さんグラブ投げるほどいろいろ来てたんだな。和田さんとて人間だものな。かい、なんか不満顔だった気がする。根っこは和田さんの怒りと同じなんじゃないかな。今日の試合さっき見出したんだけど、だいぶしんどそうね。むき出した怒りがチームを萎縮させてしまった気がする。奮起につながればよかったんだが、そういうチーム状況じゃないのだ。普段打たれても冷静沈着な和田さんがベンチでグラブに八つ当たりとかよほどのこと。マルティネスの時点で交代できるように準備してなかったベンチの負けだわ。打線は言わずもがなやけど、成人だから野球道具に怒りをぶつけてしまったんだと思う。まともな人間なら藤本監督を殴りに行く。あんなんすんのマジで珍しい。本気で悔しかったんやろな。でも責任は監督やろ。ベンチで切れてるとか URQ のイベントだぞ。本人としてもこの状況でこれだとね。ご視聴ありがとうございました。